私たちが生活している地球、この美しい地球が100年の間に劇的に変化しました。医学の進歩だけではなく、ハイテク化や IT 化により人類史上かつて例がないほどの発展を遂げ、便利な社会になりました。ところがその代償として、ストレス、食品添加物、電磁波、大気汚染など我々人間にとって有害なものもたくさん生み出されてきました。そしてそのことが私たちの体内に活性酸素が異常に増加する原因にもなったのです。鉄が酸化して錆びていくように、私たち人間の体も異常に増えすぎた活性酸素によって少しずつ酸化損傷されていきます。これが老化と呼ばれる現象の基礎となっているのです。老化とは細胞の酸化に他ならないのです。つまり老化から身を守るためには、免疫力を高めるとともに活性酸素を抑えることが大切なのです。活性酸素が大量に発生する原因としては、ストレスが溜まった時や解放された時、タバコを吸った時、お酒を飲んだ時、太陽光線などの紫外線を浴びた時、工場や車の排気ガスを吸った時、農薬や除草剤が体内に入った時、レントゲンなどの放射線を浴びた時、超音波や電磁波にさらされた時などが挙げられます。活性酸素の障害が原因と言われている主な疾病には、肺がん、胃がん、肝臓がん、その他のがん、高血圧、糖尿病、動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞、白血病、肝炎、ストレスによる胃潰瘍などが挙げられます。しかし私たちの体が酸化、つまり活性酸素の攻撃に全く無力というわけではありません。体内には抗酸化力が備わっています。例えば抗酸化酵素と呼ばれる活性酸素の酸化力に抵抗する物質 SOD スーパーオキサイドディスムターゼや、皆さんもご存知のコエンザイム Q10 という補酵素などがあります。ところが残念なことに、そうした酵素、補酵素の量は年齢とともに低下します。その一方で活性酸素はストレス、過労、睡眠不足、激しい運動、過食などによる酸素の消費によって発生、蓄積されます。ですから30代以降はどうしても体内の酸化と抗酸化力の収支バランスが崩れていきます。これを放置していると老化は急速に進むことになります。そこで抗酸化物質の補給が必要となってくるのです。